秩父の方ですね。カッカクダム、アウに角って書いて、カッカクガムダムガムじゃねえよ、ダムの方に来ています。向かってますね今ね。観音茶屋ってこの間人生で一番そば今まで食べて1位2位を争う店があると。でその先にねまたね迫力のあるお寺さんがあるので、そちらをちょっとね行ってみようかなということで、今ねダムのこれダムに今向かう道ですね。なんだろう、反対側から近道があったんだけどそこがね今通行止めになっているので、秩父市街を背にしてなんか右にこう迂回をさせられ、ちょっと遠い遠回りというか遠い方へ連れて行かれまして、なんとか今無事に、ダムの方にですね着いた形です。今ほらねカッカクダムって看板が出たので、ここまでの所要時間は10分です。あらまあこの辺だったかな。ちょっとこれ高台があるのでそっちへちょっと行こうかなというふうに思ってます。こんにちは、こんばんは、ヨレイです。今ですねカッカクダムの方にね来てますね。カッカクダム後ろがねダムになってるんで、今ですねちょっと今人がいないんで撮影を、展望広場みたいな、これ上にねこうこういうねあるんで、ちょっとねこの辺から今撮ってますね。で管理棟がすぐそこ、管理棟があるんでそのそばに展望台があるからね、もしね寄った方はまずここ駐車場ちゃんとあるので止めていくといいと思います。ちょっとね上上がってみましょうか。展望の中腹からの景色はこんな感じです。ちょっと上行ってみましょう。上ね上ね、はい、展望の上に来ました。ちょっとねこの木が邪魔なんでダムの全体は見れるかな、あんまり大きくないところだからちょっとねあっちの方歩いていこうかな。ねブラックバスの宝庫らしいのでここはね釣りする方、多分向こうにボートで今釣ってる人いるよね、あとおかっぱりの人がいるから向こうから湖面に降りれるという感じですかね。ちょっとぐるーっとねダムの周り回って行ってみようかなというふうに、ね、思います。カッカクダムですね。ダムのね、さっきの駐車場の反対側に来ました。ぐるっとね、一周はできないんだけど、結構道がね、ぐるぐるあって、なんかいろんな角度からダムをアプローチできるようになってますね。すごいですね、もう、その辺とか釣り石が入れないから、魚がプカプカね、やってるよね。もうブラックバスいっぱいいるんだろうね、ここね。まあ、もともとブラックバス
いっぱいいますよっていう情報がね、昔からここあるところなので、まあ知ってる人は知ってるかなというとこですね。ちょっとね、散歩したいと思います。いいっすね。新緑の時期で、ね、もう梅雨になってるんだけど、まあまだまだこういった、俺がお出かけすると、晴れてくると。晴れ男だもんね。晴れ男な感じで、やらしてもらってます。やらしてもらってますっていうのが変だよな。でね、向こう側はね、ちょっと人がいるんで、この反対側までわざわざ足を伸ばしたのは人がいないので、またね、喋りながらこうやって撮影ができるかなっていうところで、さっきバイクが1台来たんだけど、何もないとこなんで帰ってっちゃいましたね。さあ、どうかな。ちょっと水門取るか。ダムマニアの方はもちろんね、ここはもう、ね、絶対に来たことある地域だと思うんですよ。すごいね、ゴミ溜まりなんかもバスの宝庫だよね。ゴミが溜まってるとこあるでしょ？角とかね。こんな感じですね。放水はしてないのかな？ちょっとね、回ってみましょう。この山とか上とか登りたいんだけど、今ね、立ち入り禁止。作業者、作業の方だけは入れるみたいなね。ここの従業員の方。で、反対がどうなってんのかなと。ここがダムの水門の今真上っすね。あ、なんか少し放水してるんだね。そこみたいだね。裏山ダムよりちっちゃいんだけど、裏山ダムもこの間放水してたから、多分ね、雨がね、ね、もう、よく降ってる時期なので、まあ、放水はしてるかなというとこっすね。あ、いますね。人いますね。ちょっとね、こんな感じで景色になってますね。放水が、まあ、しょぼいですけど、まあ、なってますよ。これがね、こっちがメインのね、ダムのメインの湖面になりますね。さっきボートで釣りしてる人もいましたけどね。もう昼だから、まあそろそろ魚も釣れなくなるかな、というところで。こんな感じです。緑ですね。綺麗ですね。あっちが管理棟ですね。右の方がね。こっちは作業所みたいな。で、近くまで車では来れるので、もしね、ここ立ち寄られる方いたら、ぜひですね、ぐるっと、橋もね、渡れるので、行ってみるといいと思います。あんまり殺風景だけどね、殺風景で何もないけど、静かでいいところですし、なんか癒される感じにはなるかな。山の本当に奥の中の、ちっちゃいダムという形なので、バックをダムをバックにしてお別れしたいと思います。すごいですねとりあえず真緑だね。バスクリーンより濃い感じのね、緑になってますね。こんな感じでぐるりとやったね。まあ、これからね、梅雨とかも終わればドライブシーズンになって、盆休みとかも皆さんあると思いますんで、ぜひですね、気軽に埼玉県の秩父の、ちょっと奥の方、小鹿野町とか越えてくるのかな？まあ、調べればね、何しか上がって、Google マップで出てくるので、ね、ちょっと行ってみるといいと思いますよ。足伸ばして、ガソリン代ね、高いけどね、まあ、そこは、頑張って、皆さん働いて、ね、まあ視聴者層、これ見てる視聴者層の方々も、ね、40から50の方が多いので、ね、頑張って働いて、ガソリン代キープしましょう。で、いろいろね、遊びにね、これから行って残りの人生楽しむと、形を取った方がいいと思います。それでは、皆さん、ごきげんよう。じゃあね、バイ。